これは何かというとですね、いわゆる産地ものというものですね。産地を形成したような中小企業分、そういうものに対してですね、再度活性化を図っていこうというような支援計画なわけですね。で、このような支援計画に対して国はどのようなことをやるのか、支援措置ですけれども、まず助成金として産業インフラの整備、それから研究開発、さらには人材育成、このようなものに対して助成金を出しますよ。さらにですね、財政投融資というような形で政府系金融機関からですね、低利の融資とか高度化資金とかですね、中小企業金融公庫による信用保険制度などで、財政投融資をやっていきましょうよと。さらに税の減免措置、これらをいずれもですね、従来のやり方と同じやり方でもって国は支援措置を行っていくわけです。で、このような、地域指定ですが、いくつか受けています。まずですね、基盤的技術産業集積活性化促進地域指定というのは、まあ、2004年の10月現在では23都県21地域ですけども、現在ではですね、25県の25都県の75地域が指定を受けております。さらにですね、ページ82ページの方に行きますけども、特定中小企業集積地域指定ですけども、これはですね、18年10月現在で60地域指定を受けております。で、この法律なんですけども、97年にできまして、現在ですね、今年からですね、法律が変わります。市町村が立て、それに対して県とか国が支援をしていくという考え方でございます。で、現在四日市とそれから尾鷲で指定を受けておりまして、今松坂がこの計画を立案しているところです。